元アウトローで現在は作家兼格闘家、そして YouTube チャンネルも大盛況の瓜田純史さん。全身入れ墨姿の怖い風貌にもかかわらず、彼がここまで支持されアウトローのカリスマと称えられているのはなぜなのでしょうか。実は当チャンネルの管理人も最初、怖い、おっかない人と偏見を持っていたのに、気づいたら瓜田さんの大ファンになっていた一人です。今回はその瓜田さんの人気の秘密に迫ります。瓜田さんの YouTube をまだ見たことのない人にも分かりやすく説明していきますので、ぜひご覧ください。人生の経験値が段違い、器がやばい。瓜田さんは自身の YouTube チャンネルの企画でゴッドカウンセラーと称し、定期的に視聴者からの人生相談に回答しています。自称ゴッドとかおいおいと思うかもしれませんが、名前負けしないくらい、とにかく回答が的確ですごいのです。相談内容は仕事、人間関係、恋愛、ドキツイ下ネタなど幅広く、中にはしょうもないような相談もあるのですが、瓜田さんは切れながらも真剣に答えてくれています。綺麗事を並べるのではなく、相談者のためを思って時には怒ったり、耳の痛いようなこともズバッと言うのですが、どこか愛を感じるので不思議と嫌な気になりません。相談を聞く瓜田さんの仕草や言動はやはり元アウトローという感じなのですが、出てくる言葉は厳しくも優しい。動画内での瓜田さんの返しに虜になる人が続出しています。意外と嫁思い。瓜田さんには玲子さんという綺麗な奥さんがおり、実は結婚は今回で4度目になります。今では俺にとってのゴッドは嫁というくらい奥さん思いの瓜田さんですが、今の奥さんに出会うまでは女性に対してひどい扱いをしていたそうです。最初から女性に対してひどかったわけではなく、不良時代に喧嘩や裏切りが多かったことから人間不信になり、女性に対しても一切心を開かず、歩くマネキンくらいに思っていたそうです。過去に3回結婚したのも相手を思ってというより、3回結婚すれば不良に箔がつくという自分本位な理由からでした。しかし最初に今の奥さんから、純子の考える恋愛関係は親分と若い衆であって男と女じゃないと言われ、初めて今までの恋愛が自分本位だったことに気づきます。瓜田さんは今の奥さんに対して過去に一度だけ手を挙げてしまったことがあるそうなのですが、奥さんは肝が据わっており、それでも瓜田さんについてきてくれたことから、瓜田さんの中で墓場に行くまで一生守らないといけないという強い感情が芽生え、それから女性への向き合い方が変わったそうです。瓜田さんは瓜田夫婦の癒されてなんぼというサブチャンネルも開設しており、そちらでは奥さんとの日常動画を中心に上げられています。そこではメインチャンネルのいかつい雰囲気とは裏腹に、奥さんにはとても優しい瓜田さんを見ることができます。元アウトローなのに奥さんには優しい、そんな瓜田さんのギャップにやられること間違いなしです。たまに見せる笑顔。瓜田さんは動画でも基本こわもてでいかついのですが、たまに壺に入った時一瞬笑います。ポーカーフェイスの瓜田さんがくだらない下ネタなどで吹き出しているところを見ると、こちらまでつられます。意外と笑った顔が優しいと男女問わず視聴者からも好評です。40歳から格闘技を始めたという瓜田さん、正直試合では瓜田さんよりも強い選手は他にもいます。ですがそんなことはどうでもよくなるくらい、瓜田さんの人間性に惹かれる人は多いのです。ホスト界で有名なローランドという方がいますが、瓜田さんはある意味不良界のローランドのような唯一無二の魅力を持っています。芯がぶれることなく、まっすぐで男らしい、飾らない言葉から人生経験や優しさがにじみ出ている、そんな人です。自分のことをゴッドと言ったり、視聴者のことを迷える子羊と言ったりするのも瓜田さんだと様になるのがまた面白いところです。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。